ここがヨミか。死者の地、闇の夜。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば、昨日は今日の日といたせ。どこへ行く小僧？己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。己を買いかぶりすぎじゃ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様は Hiroki であるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。拙者のただ一つの悔いは己が死、あの畜生かげろう目に必ずや一矢報い、拙者から奪いし全てのものを取り返してみせようぞ。貴様は何一つ学んだな、もののふり。その先は誰も倒さん。
ならば参れ。お主の技を見せてみよう。遅い、遅すぎる。苦しめ。参るか、黄泉に舞い戻るのでなくば。どう？待っているぜ、逃げ！黄泉はまやかしを見せ、己が目に頼ってはならぬ。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。よみがえれ。印じゃ、時とは揺られる足なり。
の地獄に今の地獄に拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。太古がこの進んだ地に来ることもなかった。以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。道をたどらねば。
支配を許すな。この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。ヨミで皆と会うわな。
これは黄泉に送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。我はもう侍ではない。仇を討った暁には新たなる者になろうぞ。さらに強き者に。我はもう侍ではない。仇を討った暁には新たなる者になろうぞ。さらに強き者に。
また一つ、さまよいキャラスいた。
先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。ほら姫、
お許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数え切れぬ者の命を奪い続けるであろう。拙者より全てを奪った我が家、妻、恩人。拙者が望むは奴の死のみ。仇討ちで思いは満たせど、我らの志す道ではない。愛子も帰っては来ぬ。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。この汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。